はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は6月23日水曜日、時刻の方は10時58分です。見るてててて、ピピョー。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルの話題になります。久しぶり、ね、ね、楽天アンリミット6、ね、楽天モバイルの料金プランは全ての人に最適なワンプランですということで、これ1回線目のみデータ 1GB まで0円ただですよっていうね、これが楽天モバイルの売りになります。で、こんなねコメントが舞い込んでまいりました。やじろべえさんから、実質0円運用は無理ですね。外出している時も携帯はいじります。ギガもじわじわ消費しますね。なので2回線目を契約した方が得ではないかと思います。おじいはどう思いますか、ということでね、まあ、過去の動画ノーカウントのね、お話で、まあ、この件についてはもうね、ジエンドで終わったと思うんだけどね、また帰ってきたウルトラマンみたいな感じだね、本当ね、戻ってきたね、ヨーヨーのようにこう戻ってくるね、やっぱりね。で、まあこの話題はちょっと前にねもう完結してるんだけれども、またほじくり返してみましょう、ね、でなぜなのかというと、あの頃と今は違う。例えば3月4月の頃と今は違う。でまだその0円運用をチャレンジしてる人があまりいない時と、あとそのあれだよね、楽天の発表ちょっとおかしかったんだよね。まだ1年無料が終わった方が4月の30日までで、で5月からで、ね、その結果がまだ6月にならないと出ないのに、ほとんどね10年で使ってきたね、全体的に少ないよっていうね、おい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 みたいなね、ちょっとこう突っ込みとこ満載のやつがあったよね。でそんなわけで今6月なんで、やっと4月30日までね、無料で使っていたメンバーたちがそのまんま継続して利用してる場合ね、1回戦目ね、5月が初めての0円チャレンジで、5月の末に集計が6月になったら出てきてるね、今やっと出てきてる頃だと思うんだよね。なのでこういうやじろべえさんみたいな投稿が出てくるんではないかなと思います。それで実際にね、このいろんな考え方があると思うんだけど、まずはね、まあ、矢印さんのコメントなんで、ここからいきましょうね。おじいはどう思いますかってことなんで、まあ、どう思うかどうかっていうのはもう散々この話題完結まで話題出してきたんで、楽天モバイルの再生リストをたどってもらえれば完結編のやつが出てくるんだね。まあ、その通りおじいの考えは変わってないです。で、まずここからね、実質よいしょ、まあ、おじいはどう思うかってことなんで、それに対してね答えていけたらと思います。まず実質0円運用は無理です ね。これはどういうことかというと、やじろべえさんは実質0円運用はできない人、僕は無理だよ、言い換えるとね、これが正しい文法になります。僕は0円は無理です ね。だからこの楽天の1ギガ未満だったら0円っていうのは、それがみんなやろうと思ってもできないよねっていうね、要は電撃イライラ棒ゴールまで行くのがね無理だねって言ってるようなもんでね、いやあれ成功してる人もいるから ね。あとサスケとかね、サスケ無理です ね。いやでもちゃんとゴールまで行く人いるからね。なのでその真剣にゴールまで、ね、もう何が何でも意思を貫くか、それとも挫折するかの違いではないかなと思います。
で、あまり使わない人の意見もいっぱい拾ってきました。わしゃ意識が使わん、ね、でも使えば使う分だけお金がかかるのは当たり前なんだよね、これね。だ、全然1ギガもいらねえよって言ってる人もいるし、いや20じゃ足んねえよって言ってる人もいるし、ね、人それぞれなんです。矢印さんは自分の使い方、僕は実質上は無理ですって、ただこれだけのお話なんです。このプランに無理があるではなくて、1ギガまではほとんど使わない方だから、まあ、使ってない方はお金いらないじゃんってね、太っ腹な判断なわけなんで、あの0円運用は無理ってことは使ってる人なんです。ね、だ本当あの 逆の立場から考えてみると、1ギガ以上こうやって使ってる人はあなた電波使ってるでしょ、だからちゃんとお金払ってねってことなんだよ。ね、まあそれ以上もそれ以下でもないね。で、外出している時も携帯はいじります、ね、で、ギガもじわじわ消費しますね。さあここなんだよ、ね、これが矢印兵衛さんは僕はできない、ね、でちゃんと0円運用を努力してる人はギガはじわじわ消費しないよね。で、ちゃんと消費しないようにいろんな設定やってるもんね。だからあの実際にチャレンジした方がデータ写真を送ってくれてるよね。これぐらいで済みましたとかね。逆にいろんなものやってないと、いやチャレンジしたけど今日の日付で10日でこのペースだとまずいねとかね、いろんな方がいたと思います。なのでギガはなんでじわじわこのギガが消費するんでしょう、そこなんです。ギガが消費する理由は何でしょう、それだけ使ってるからだよ。元気なおじいはだって全然1ギガなんてほど遠かったよね。この1年間ずっと使ってきて1ギガ超えるっていうのは大変だったよね。全然超えないでしょう。だからね、じわじわもう消費しないわけです、おじいの場合は。だから使う人はね、使った分だけお金払う、当たり前なんだよね。この0円運用っていうのはもう今はなくなっちゃったかもしれないけど、昔のボーリングの一番最初ね、1回目テストで投げることができたでしょ、あれと同じだよ。1ギガまではね、大事だとお試しね、ウォーミングアップでね、無料でいいよ、ノーゲーム、ね、まあ、そんな感じのねおまけです、本当。まあ居酒屋のお通しだとね、あれ300円取るからね、お通しにはならんけどもね、まあおまけです。サーティワンアイスクリームの混んでない時にね、入ってこうくれるのと同じだよ、ね、あれが1ギガと同じ。土日祝日とか人が混んでる時はくんねえけどね、まあ言えばくれるよ、日曜日でも、すいません、ちょっとこれ食べてみたいんだけどって言うとね、あね、はい、いいですよってこうね、くれる人とね、ちめんどくせえなって言いながらねくれる人といるけどもね、まあそんな感じでね、まあ近づかないで、あとね、謎なのがこれなんだよね。これが何なんだろう、2回戦目を契約した方が得ではないかと思います。2回戦目を契約した方が得って何だろう、2回戦目を契約した方が得って意味がちょっと難しいんでね、ちょっとうまくおじい理解できないんだけど、1回戦目は1ギガまでは0円で、3ギガそれを超えて3ギガまでは980円、2回戦目を契約した方が得というのはどういうことかというと、1回戦目を1ギガ未満まで使って2回戦目は
いきなり980円だからね、税別で、だから3ギガ以内に収めると、要はこっちの1回線目の分だけ無料で、要は1ギガ未満得だよねっていう、そういうことだよね。さあどうなんでしょう、3ギガ超えて4ギガの枠の中で毎月納める人はその方が得といえば得なのかもしれないね、かもしれない。逆に3ギガあれば足りる人はただ面倒くせえことをするだけだし、ね、そのシムいちいち切り替えなきゃなんないっていうね、面倒だよね。でまあその2回線目が3ギガ超えちゃった場合は20ギガまで1980円を払うことになるので、もう4ギガ超えたら20ギガまでバッチリ使わないと、18ギガとか19ギガだったら1ギガ余らしちゃったら、1回線目の何のために1ギガ今失着して2回線目までわざわざ用意したのかっていう、バカバカしいことになるよね、非常に。だからがっつり19ギガ以上20ギガ未満で使わないと、逆になんか面倒くさい分だけ少々ような気分になるっていうか、バカバカしくなってくるとか、そんな感じだよね。でもしこれを超えちゃったらもう無制限なわけだしね。そうすると1回戦目の1ギガ未満は何のためにあるのかってことなんだよね。じゃあこれ同じ端末に入れないで別に何用で分けた場合で、こっちはジェネで1ギガあれば足りるよっていうね、まあ、そういう使い方があるかもしれない。でもこれ矢島さんは1ギガでは足りないって言ってるわけだからね、そもそもね、自分の使い方が、なのでね、まあ、2回線目を契約した方が得なのかな、どうなのかな、おじいは本当に得だなと思うのは、もうリミットなしで2980円の消費税払って使うのが一番得だなと思う。全然違うかな。レンタル Wi-Fi がさ、もう100ギガなくなっちゃったわけだよね。50ギガしか使えないわけで、ね、で、まあ1日何ギガ使えばね、速度がっていう人もいるかもしれないけども、でも100はテローンって使えるわけでね。まあ本当ね、この楽天モバイル2980円の消費税で、ね、リミットなしで、もう面倒な、いろんな設定をやったりとかね、小細工したりとか使い分けとか、ああ失敗したとかって意外痛くなん、ね、なんないでしょ。だからリミットなしでガンガン使った方が全然ストレスがないし、快適にネットを使いたい放題でね、何にも気にしなくてもいいし、もう日給パプラス消費税以上の金額を請求されることがないっていう、その安心感ね、本当その方がね全然いいじゃないかなと思うけどね。どうなんでしょう、おじいの今契約してるガラケーね、アクオス携帯はデータを使わなければ、データ500メガだから、本当ね、ほんのちょっと使っただけでパーンってすぐ行っちゃうからね、データ通信しない設定にしてあるんだけど、使ったらパーンって請求来るからね、本当。まあそういうのでね、切り盛りしてるわけでもないしね。でおじいの考えとしては、この0円運用できている人の意見も聞きたいし、やっぱ実践したらできなかった、で最初は頑張っていたけどバカバカしいからやめたよっていう人もいるだろうし、この6月のもうね下旬に入ったわけでね、
さあ、ずっとその0円運用を話題にしてきた皆さんとか気にした皆さん、チャレンジした皆さん、実際どうでしょう。今現在どうされていますか。まだ今のところ成功してるよ、頑張ってるよって方の意見ね、その逆の意見もあるでしょうね。でもう楽天解約しちゃったっていう人もいるだろうしね、今入ったよって方もいるだろうし、ね、どんな感じなのか、まあ、率直な皆さんのご意見を一人でも多くの方ねいただきたいなと思います、ね、でまとめてまたあの紹介したいなと思うけどもね、まあ、でもあの実名っぽい名前の方は飛ばさせてもらうからね、 あくまでもハンドルネームだなと思う方だけね、まとめさせていただきたいなと思います。はい、それだけでね、まあ、おじいはどう思いますかって、おじいの考えはもう前回の答えがね出てるので、もう先生に9%の消費税払って気にしないでガンガン使う、これが一番の得だと思う。ガンガン使うね、そう思います。このあのじわ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 消費するって、使わなくてもああじわじわあっつってね、何のために そこを苦労してるのかそこが謎なんだよね。で他の会社を持っていてこれを0円でっていう人がいるんだけど、じゃあその他の会社だけあればいいじゃないかとかね、何のためにっていうね、いろいろ訳が分かんなくなってくる、いろいろ考えるとね、まあ、だけど、まあ、これがおじいの考えだし、まあ、皆さんの考えはいかがでしょうか、ね、はい、久しぶりにね楽天モバイルの話題でした。まあこれ実質0円を歌い文句にしてるからね、使わなかった隙間っていう、これは本当になんかね、普段ガンガン使ってるけども、例えば出張してるとかね、海外旅行行ってるとかね、今月はネット何もしなかったとかね、使わなかった月は請求がない、だあんまり1ギガ未満でね使う量が少なかったら請求がないっていう、まあ、そういう特典に過ぎないと思ってるのでね、1ギガ未満0円で使えるよっていう、それを そういう人たちだけでね、みんなで使ってねっていう、そういう慈善事業じゃないと思ってるんだね、うん、まあ、それに当てはまる人が本当限りなく低いということで成り立っていると思います。まあ、宣伝文句としてね、ある程度経費として賄える。であとはその何かしらのうっかりいろいろ使うとかね、あといろんなサービスに従っていくとか、まあ、あとうっかり通話使わせてくれるとかね、SMS 送信してくれるとかね、うっかりね、無料じゃないやつで、まあ、そういう使い方もあるだろうしね、こう何かしら持っててもらえれば、あ、うっかりお金がかかる時もあるし、でまたシステムがーっていう感じでご請求がーしてもね、もう返金しませんとかね、うん、じゃあ訴えてやるってもね、どうぞどうぞご勝手にしてね、手間暇お金かけて頑張ってくださいっていうね、そこまで実行する人がいるのだろうかっていうね、まあそういう世界になってくるんでね。まあ、実際考えてみると おじいもこの0円運用に関してはそのゼロシムとは違うんだよね、うん、なのでね、まあいい宣伝にはなってるんだけども、実際に使ってる人もいるとは思うんだけど、うん、この1回戦目のみね、じゃあ2回戦目3回戦目と分けてって言っても、だんだんバカバカしくなってくると思うんだよね。どう、ね、まあ、何かのこう何用でとか、これは着信専用でとかね、まあ、それから楽天リンクとして使わせようとかな、それ専用にっていう、で他のものはアプリも使わないしっていうね、もう徹底した使い方でっていうね、もうそういうオンリー、ね、発信専用とかね、そういう使い方をしないと実際にはね消費するからね。だからこのじわじわ消費するっていうね、この段階でダメなんだよ。おじいはこのじわじわもう消費しなかったもん。だからガチ使いのメインで使おうという人が0円で使おうというのはこれは違うと思う、ね、あくまでもサブなんだよ、遊び用で
目的があって徹底的にそれをねやらないと、この実質0円で使うっていう本来の目的でうまく使えないっていうか、使い物にならないっていうかね、そういうことなんだよ。だから本当ね、宣伝の通りなんだよ。叱った月はどんなに叱ってもリミットが2キュッパの消費税ね、叱らなかったら1キュッパ980円で収まる、で全く叱らなかったら0円だよね、そこのとこのバランスなんだよね。だから逆にこの2回戦目を契約した方がお得ですかって言われると、じゃあ1ギガ未満を0円で3ギガ980円、3ギガ使って980円って1ギガあたり330円と消費税払うってことでしょ。それがお得なの。じゃあ20ギガでね、約2000円ね、1ギガ100円じゃんね、3分の1安いんだよ。20ギガのうち7ギガぐらい使えばね、3ギガ100円980円までの元は取れるね。本当ね、2回戦目契約した方が得なのかな。この2回戦目の契約っていうのが家族名義で別名義で、1回戦目だと1ギガ未満0円プラス1ギガ未満0円、ね、だから5回戦まで持てるってことだから、家族5人のバラバラの名義で1回戦目で0円0円0円って言うと5ギガ未満をね、切り替えて使うことができるっていう、まあそこまでの労力をするかどうかっていうね。パチンコ屋さんに行ってパチンコやったりスロットやるのに一日中入り浸って、そのみんながやってる下をねパチンコの玉拾ったりとかコイン拾ったりとかして朝から晩まで過ごして、で溜まったやつでねちょろちょろってこうやるか、ね、そこのチャレンジ精神と同じなんだよね。メインでこれをゼロを狙うっていうのはまあ無理っていうか、やる人はいないだろう ね。絶対にゼロ運用でやってる人は必ず別の会社を持っている、楽天モバイル以外のものを持ってるとかね、別の会社を持っている。同じ楽天モバイル2回戦でもメインで使う用と発信専用とかね、サブの携帯用スマホ用とか、そういう使い方なんで、矢印さんの使い方とは絶対違うと思うよ。そもそも、ね、メインで使うものに0円運用で使おう。だからあんまり使わないんだったらいらないじゃんってことで、スマホ。ね、いらないじゃん。やっぱりいらないじゃん。ね、だおじいが思うのに、この実質0円を使いたい人っていうのは、昔の G みたいにそのSIMは契約をしない、ね、で、フリー Wi-Fi、ね、のアプリを入れて、でいろんなところに飛んでいるフリー Wi-Fi を使って、使う、ね、それが一番いいじゃないのかな。確実に除霊、今のアプリ結構優秀だからね、一回これ使う使う使う使わない使う使うとかってやってると自動でみんな接続してくれるからね。でコンビニとかよりも一回手続きしたら以後ずっとそのまま接続してくれるとかね、そういうありがたい機能があるんで、おじいもだから本当にね助かったよね。タブレット持って SIM 電波死んでたんだけどね、ミニストップなんかセブンイレブンなんかね繋がってくれたから、スポットでね、ウーバーイーツ受け取ることができたんだけど、まあそんなわけです、うん、まあおじいはどう思いますかってね、まあメインではそれをやらないで2回戦目を契約した方が得ではないかというね、うん、得かどうかはその人次第、その労力とその努力とその労力ね、めんどくさいのと引き換えにそのちっちゃいデータを使って得をしたかどうか、ね、うん、
もうちっちゃなお得では動かない人もいるし、ポイントくれる人もそんなの面倒くさいとか、割引いくら割引ってね、いらポイントがくれるって一緒に動かない人たちいるわけだしね。なのでね、価値観はみんな人それぞれ違うと思う、ね、それがおじいの答えです、ね、だっておじいはメインで実質ゼロ円で使おうとは思わないね、うん、逆にそれに頼っちゃうと大変で、いざ実際に使いたい時に我慢したりとかね、でちょっとオーバーしちゃうとあーってなるし、だからすっげえやられた感があるしね、そうなると、うん、なのでまあそれないかな、おじいの場合はないかなと思います。はい、皆さんの意見はどうでしょうか。楽天モバイル使ってる方ね、いっぱいいると思うからね、一人でも多くの皆さんの意見お待ちしております、ね、ヤジルベイさんも、ね、今非常に悩んでるので、皆さんの意見を聞きながら、ね、決断するつもりだと思うので、ね、ご協力をお願いしたいと思います。ヤジルベイさんも、ね、皆さんの意見を聞きながら、ね、判断してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあだけどおじいもね、お昼ご飯買いに行ってきます。今日もね、あれがあったら買ってくるよ、鶏肉のなんかあれとハスレンコンとかね、美味しいんだよ、どうしてもねハマっちゃうんだよな、あれを買いに行くか、それともマックスバリューでね、うん、昨日ね198円、お弁当半額で198円あったんだよ、うわーどうしようかな、199か、ね、398円の半額のやつあったんだけど、1個だけ残ってたんだよ、なんか唐揚げみたいなのが1個入ってね、なんかブーンってお弁当があって、ああどうしようかなーって悩んでて、ちょっと おかずいろいろ見てて、でいいのなかったらじゃあお弁当しようかなと思っている間に取られちゃったんだよね。ああ思ったね、なんでカゴに入れてから他のを見に行ってからいらなかったら戻さなかったんだろう、ね、そこに置いておけばなくなっちゃうよね、あと1個しかないからね、あーと思ったよ。お惣菜あんまいいのなかったから、やっぱお弁当にしようと思ってね、まあ、199円ラッキーと思って振り向いたらもうないんだよね、持ってかれちゃったよ残念、ね、その後どうしたかっていうと、しょうがないからかっぱ巻きにきゅうりが入ったやつ、こうやって切ってあったね、あれが半額で98円だったんで、それ買ってきて、あとなんかイカの唐揚げで辛いやつね、あれ半額だったんでそれ買ってきて、でいいにしちゃった。あと葉っぱ買ってね、ああついてねえなーと思ったね、本当。ちょうどね7時半頃行くとね、それぐらいなんだよ。7時頃行くとまだいっぱいあるんだけど、まだね半額シール貼られる前なんだよね、まだ 30% オフなんだよ。8時これ行くともう何にもないんだよ、ね、ほんと運だね。はい、そんなわけでね終わりたいと思います。またね、バイバイ。